アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月22日、場所は岡山シティライトスタジアムにて、2024X2 リーグウエスト第2節、その一戦となります。ゴールデンファイターズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして両チームがウォームアップを終え、現在その最終確認に余念ないといった状況に至っております。試合に先立ちまして両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。本日は、ホームチームとなりますのは、岡山スタンディングベア、ホワイトをまとっている岡山スタンディングベアーズとなります。ホームチームの証としましてメインスタンド側に陣取っております。創部は1987年の歴史と長い歴史を持っております。クラブチームと発足して1990年から社会人協会に参加いたしました。地元にあります大手企業セリオのスポンサードを得まして、かつては社会人一部リーグでも活躍していた強豪の一角にありますチームです。しかし、そのスポンサーありましたが、しかし、長らく低迷期を経まして、一時期はノンスポンサーだという厳しい状況には至っておりました。しかし近年、同じく地元にあります佐藤建設の強力なサポートを得まして、昨シーズン久方ぶりに X3 の条件を満たして X2 昇格を今季決めまして、久方ぶりに X2 に参戦する格好になっております。こちらにありますように画面にある戦績表をご覧いただければご承知の通りに、長く X3 で優勝しながら、しかし昇格できない厳しい時期もありました。X2 の壁、なかなか乗り越えられなかった壁をようやく昨年乗り越えまして、念願の X2 復帰を果たしたその初年度という形になっております。この機会を得て X2 昇格定着を果たし、さらにはその高みにある X1 目指さんと、現在意気込んでおります岡山スタンディングベアーズが現在ホームチームとしてその試合4年なく控えている状況になっております。これに対する形で本日は対戦相手アウェーでありますが、上位チームの証でしょう、カラーの日本をまとっておりますのがゴールデンファイターズです。こちらも1992年創部という形になっております。チームに関わるすべての人たちに勇気を与えられるチームを目標としておりまして、さまざまな階層からの選手を募りまして、最後まで諦めず X2 で、そしてさらに X1 復帰肌さんと現在も邁進しているゴールデンファイターズです。その意気込みの通り、非常にたくましい戦いを毎シーズン繰り返しており、毎年のように優勝争いに絡んでいる X2 の優勝候補の一角にあるチームでもあります。昨シーズンも X1 に昇格しましたJスターズ、そしてホークアイなどと熱戦を繰り広げ、関西にゴールデンファイターズありとその勇姿を披露しておりましたチームが、本日は岡山にてその妙技を披露せんと、現在試合の前のウォームアップに4年なく携わっている状況にあります。この両雄におります今季第2節の一戦がまもなく行われようとしております。試合に先立ちまして、このアメリカンフットボールを初めてご覧になられる方々もおられると思いますので、
簡単な形でありますが、X2、X3 の協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの簡単なプレー、ご紹介の説明ガイダイジェストの動画がございます。こちらの方を、一度ご覧いただければと思います。約1分ほどの動画ではありますが、X2、X3 リーグで作られましたアメリカンフットボールの簡単なご紹介の動画を流させていただきました。後ほど試合を進める中で、私の方でもその補足兼ねてアメリカンフットボールのご紹介をさせていただこうと思います。さあ、そしての最中、審判団現在フィールドに進み出まして、これより首脳陣招き、試合開始の前のコイントスを行う形になります。さあ、主審が両チーム首脳陣招き入れました。令和6年9月22日、場所は岡山シティライトスタジアムにて、 2024X2 リーグウエスト第2節、ゴールデンファイターズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時キックオフ予定となっております。ただいまより両チーム首脳陣招き入れましてのコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチームという形になります、ホワイトのユニフォームをまとっている岡山スタンディングベアーズ、奥側アウェー、そしてチームカラーのグレーをまとっておりますのがゴールデンファイターズです。岡山スタンディングベアーズは X2 昇格を機にしまして、チームカラーも一新いたしました。昨年までの、鮮やかな濃淡のえんじ色のユニフォームから、今シーズンから、岡山の晴れの国岡山にふさわしい緑のまといましたユニフォームに変わっております。早速チャット欄のメッセージありがとうございます。 OC 様、本日もご苦労様ですのメッセージありがとうございます。先ほども、振る舞いにあります、16タロットといただきまして、非常に美味しかったです、ありがとうございます。秋様、ゴールデンファイターズ頑張れのメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズも遠方地から駆けつけまして、備前の地におきましてアメリカンフットボール普及戦とこの一戦に挑まんとしております。もちろん優勝を目指すためにも重要な一戦になります。ポイントその結果、ゴールデンファイターズキックオフ、岡山スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。両チームハドルと解きまして、まもなく試合開始となります。まず試合はゴールデンファイターズのキックオフによって行われる形になります。
ゴールデンファイターズキックオフキッカーは25番の国木が務めます。摂南大学出身のプレイヤーです。対しまして岡山はリターナーに41番、22番を配置する模様です。22番は井上、摂南大学出身。41番は田中、一橋大学出身のプレイヤーです。さあ、リターンに入るか。リターナー錯綜しまして厳しい状況からのリターンになりました。自陣5ヤード付近をしかし確保しまして、この位置から岡山スタンディングベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表し、攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは岡山の攻撃です。岡山自陣5ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離は必要距離10ヤード。さあ、まず中央のランプレーいきます。まずは、ランニングバックにボールを託しまして中央密集点突破を図らせました。キャリアは4番のプレイヤーに託し、41番に託しました、41番の田中です。一橋大学出身。しかしこれはゴールデンファイターズディフェンス陣奮闘しまして、ゲインほとんどなくセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。さあ、再び長いのランプレー。しかしこれもナイスディフェンス。岡山まず長いのランプレーから突破口を図らんと、今度はキャリア22番に託しましたが、しかしゴールデンファイターズもディフェンスフロント奮闘をしております。このランプレーを阻止しまして1ヤードほどの損失のみで済ませまして、攻撃展開する格好になっております。岡山サードダウン9の状況、さあ突破できるでしょうか。さあ、ランプレーによる突破を図りました。非常に厳しい地域であるためパスは通じず、ランプレーにより打開を図りましたが、しかし結果的には攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。最後の攻撃権となります。岡山この最後の攻撃権はパントにより陣地挽回を図りました。キックにより陣地挽回し、なんとか有利な状況に作り変えようというところですが、自陣脱することできず、ボールは佐藤陣の30ヤード付近で止まりました。この時点で攻守交代になりまして、今度は攻撃権テイクオーバー変わりまして、ゴールデンファイターズに変わります。さあ、ゴールデンファイターズは今度は1点相手陣入ったところの有利な位置から攻撃に入ります。ゴールデンファイターズ相手陣30ヤードからのファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあ、トラブル発生しました。まず最初のプレーでラインマンからクォーターバックにスナップが投げられましたが、この時、ここでランニングバックにハンドオフをする際にボールをファンブル、あわや大きく攻撃権を失うかという危機がありましたが、クォーターバックそれをなんとかリカバリしまして、むしろ6ヤードほどゲインに変えております。見事な判断しましたのはクォーターバック12番の民でした。大阪教育大学出身。
ゴールデンファイターズファースター。ここでゴールデンファイターズはオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーを行いました。ここはクォーターバックが自らキープする判断をしまして、これは構想、見事攻撃権更新となっております。まず自らの足で攻撃のリズムを作っていますゴールデンファイターズ。クォーターバック12番は谷です。大阪教育大学出身のルーキーです。さあ攻撃権更新になりまして、ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン相手陣18ヤード。パス成功。今度は攻撃チームが開始点より後方より一度のできる前パスを行使いたしました。ここは真横に近い形の前パスを飛ばしました。4番がターゲットです。ディフェンスが殺到しましたが、これを見事に振り払いまして約7ヤードほどゲインに変えております。非常にタフなキャッチを決めましたのはゴールデンファイターズ4番の佐藤でした。京都工芸繊維大学出身のこちらもルーキーです。さあここでパスプレーに行こうとしましたが、ディフェンスのプレッシャーありましたが、クォーターバックは自らランプレーに切り替えました。なんとか外へ出ましたが、しかし結果的にはゲインなくサードダウンに変わります。ここは岡山スタンディングベアーズのディフェンス陣奮闘しております。ゴールデンファイターズサードダウン3。さあ中央でのプレー、さあランプレーを展開しまして攻撃権更新を図りましたゴールデンファイターズ。しかしここで佐藤建設ディフェンスフロントが殺到、攻撃権更新を阻みましてフォースダウンに変えます。さあゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤードプレーします。1ヤード突破、このワンプレーにかけます。フォースダウンギャンブル。さあ中央いった、攻撃権更新、ファーストダウンギャンブル成功。ここでゴールデンファイターズはランプレーでこの1ヤード突破を図りました。キャリア10番、この期待に見事に応えまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター。見事期待に応えましたのはゴールデンファイターズ10番の北川でした。大阪教育大学出身。さあゴールデンファイターズこれにより相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。さあランプレーいった、ここもランプレーによりゴール前に迫ります。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは当日の天候および気象条件等を鑑みまして、審判団事前協議の上クォーターの半分でレフェリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日はまだ9月といえ残暑厳しい状況がまだ続いております。これによる熱中症対策のためにクォーターの半分でウォーターブレイクが入る模様です。会場の皆様もどうぞ休憩秋様メッセージありがとうございます。実況も聞きやすくリプレイも見やすいです、会場も立派ですねというメッセージありがとうございます。そうですね、リプレイ機能はまだ私も試行錯誤しておりますので、しばしばその点では不備なものが再生されるかと思いますが何卒ご了承ください。実況も極力は会場の方に負けないようにできる限り丁寧な格好を心がけたいと思います。会場はこのシティライトは私自身思いますに X リーグの中でも突出して素晴らしいスタジアムだと思います。かなうならばここでの試合がもっと多く開催されることを私は切に願っております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。ゴールデンファイターズセカンドアンドゴール残り2ヤード。これは佐藤建設食い止めます。
ゴールデンファイターズはパスによってこの距離を突破を図りました。しかしここで佐藤建設、素晴らしいパスカバーし、クォーターバックにプレッシャーをかけまして、このプレーを潰しております。結果的にゴールデンファイターズはサードダウンに変わります。ロペ様メッセージありがとうございます。カメラも、解説も分かりやすいですのメッセージ非常に嬉しく思います。さあゴールデンファイターズサードアンドゴール、残り2ヤード。さあ中央いった、判定どうか、タッチアップ。ここでゴールデンファイターズはランプレーを展開、中央ミス焦点にランニングブックを突入させまして、オフェンスラインともどもエンドゾーンになだれ込みました。佐藤建設、岡山クイートメント踏ん張りましたが、しかしこのままタッチダウンになりまして、佐藤、ゴールデンファイターズが6点獲得となっております。さあそしてタッチダウンを取りましたゴールデンファイターズ、その後のワンプレートライフォーポイントに移ります。キック成功、1点追加です。ゴールデンファイターズ見事に、巧みなランプレー重ねまして、先制点となります。タッチダウンを上げ7点先制となっております。先ほど手を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合が再開します。さあオフェンスラインともどもに中央をなだれ込むように見事タッチダウンを上げる形に成功しましたゴールデンファイターズでした。アメリカンフットボールの得点パターンはこのエンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックを蹴り込むフィールドゴールの2通りがございます。タッチダウンですと6点、フィールドゴールですと3点入ります。さらにタッチダウンはその後にワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点の2点です。この結果アメリカンフットボールはその足し算がワンプレーによりますと2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この組み合わせによる差によりましてその駆け引きが行われまして勝敗を決する決着方式になっています。そして得点を挙げたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフをします。さあ岡山リターンに入ります。リターナー22番ジャッグルしまして、それをなんとか回復戦闘リターン試みましたが、しかしゴールデンファイターズカバーチーム殺到し、佐藤建設自陣8ヤード付近からの攻撃という形になります。この辺りはキックの距離およびカバーチームの力もさすが X 数で長年戦ってきたゴールデンファイターズ、一日の長を感じるワンプレーです。 SS のメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージ、これもゴールデンファイターズに対して非常に強力なエールになると思われます。さあそれを打ち砕けるでしょうか。大福岡山スタンディングベアーズ自陣8ヤードからのファーストダウン10。さあランプレーによる打開を図ります。何枠43番にボールを託しました。左オフタックル付近を展開試みましたが、しかしライン戦において現在はゴールデンファイターズがプレッシャーをかけております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。キャリアは42番だったでしょうか、鈴木選手、一橋大学のプレイヤーだった模様です。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。さあ再び密集点、しかしここもゴールデンファイターズが奮闘します。岡山はなんとか中央突破しまして状況打開を図らんと果敢にも中央のランプレーを展開し続けておりますが、これをゴールデンファイターズフロント陣許しません。ゲイン1ヤード程度にとどめましてサードダウンに変えます。マキウさんはメッセージありがとうございます。 GF ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージ、これもゴールデンファイターズへの強力なオールエールとなっていると思われます。さあ岡山サードダウン9。さあここもランプレーで入りました。
あくまで地上戦によってトップ図らんというところでしょう。キャリア41番に託しましたが、しかしゲイン2ヤードほどでコースダウンに変わります。ランプレーで苦戦しております岡山ですが、本来はランプレーがチームの文字通り重要な戦略になります岡山のその真骨頂を見せる展開でもあります。あるいはこれは後半に向けての布石でしょうか。岡山フォースダウン7パントフォーメーションを取ります。このパントもプレッシャーあってか自陣脱することはできず、ボールは岡山陣35ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、ゴールデンファイターズに変わります。ネットでこの試合をご覧いただいている方々に、お願いがございます。できる限り、多くの、そしてためらいなくて結構です、このチャット欄にメッセージをいただけると非常に嬉しく思います。YouTube はそのプログラムの中でチャット内のメッセージの量、そして、その方々の高評価ボタンの量、こういったものを考えまして多くの方々にこの配信を推薦する機能が働いていると聞きます。多くの方々にこの試合をお伝えするためにもできましたら、そういった形でご協力いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。さあゴールデンファイターズ最初のプレーはランプレーで入りました。キャリアは10番だったようです。ハンドオフから中央突破し、これは見事に隙間をすり抜けるように約8ヤードのゲインに変えております。オフェンスラインマンの力もやはり一つの超を感じるワンプレーでした。キャリア10番は北川でした。大阪教育大学出身。アメリカンフットボールはボールを持っている選手に注目が集まりですが、実際にはその立役となるオフェンスラインマンの強弱が非常に、その試合によって大きな要因を含んでおります。キュービーサック、ここで岡山が見せました。クォーターバック下がりましてパスを投じんと振りかぶりましたが、その一瞬の隙をつきましてディフェンスラインマンが佐藤、パスを投じる前に仕留めまして QB サック、大きくロスを奪いました。さあこれによりまして下がりましたゴールデンファイターズ、サードン6の状況に変わります。さあそこを中央いった攻撃権更新、ファーサー下げられましたゴールデンファイターズ、しかしここでランプレーを投入しまして一気に攻撃権更新になりました。ランニングバックがそのまま中央一気に駆け抜けまして見事攻撃権更新となっております。ゴールデンファイターズファーサさあ下げられて一旦は厳しい状況になったかと思われましたが、突破しまして相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバックは外に展開していたレシーバーめがけてパスを投じました。しかしパスがオーバースローとなりパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃、この場合はセカンドダウンに変わります。さあパスは失敗となりましたがゴールデンファイターズ有利な位置変わりません。相手陣21ヤードからセカンドダウン10、さあここでオプションプレーを展開しました。今度は選択プレーであるオプションでランニングバックにトスをしまして右オープン展開を図らせます。これが判断構想し約6ヤードほどゲインとなっております。見事期待に応えたは、ランニングバック10番の北川だったようです。さあ残り4ヤードですがゴールデンファイターズ3回目の攻撃に入ります。サードダウン4の状況、佐藤建設ナイスディフェンス、ここで外へ振りました。真横にいたレシーバーにヒッチパスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、ここ、岡山0番見事に対応、キャッチすると同時にタックルを見事に決めまして、このプレーを阻止しフォースダウンに変えます。
見事タックルしましたのは佐藤、岡山スタンディングベアーズ01の松村でした。吉備国際大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてゴールデンファイターズ7点、岡山スタンディングベアーズ0点、ゴールデンファイターズがワンタッチダウンを上げまして攻守の方向を入れ替え、これより第2クォーターに移ります。